狭い道で自転車が来ました。曲線部は間もなく終わるかと思いますので後ろに追従します。どうせ急いで行っても何も変わることはありません。操作が難しくなることは絶対にしないです。何十年と職業ドライバーをやっていますが難しいと思ったらしないことです。ここは大丈夫という自信ができてきても今、通常操作じゃないことをしているという気持ちで事故らないよう十分に注意して操作をして進行します。なんか難しそうだなと思ったら絶対にしないことです。今あくびが出ました。あくびが出たということは体が疲労しているサインですので休憩をします。歩道一旦停止。おらい、ちょっと休ませてください。疲れました。飯